快晴に恵まれました。ここ総合陸上競技場、誰も注目していない新競技の決勝が間もなくスタートしようとしております。いよいよですね。よーい、始まりました。新競技走れメロス走、出場選手はこの3人。第1コース、書道三段の野村選手。真面目そうですね。第2コース、陸上出身の小柳選手、国体出場経験者です。期待できますね。そして第3コース、この冬受験を控える遠藤選手です。こんなところにいて大丈夫なんですかね。冒頭の一行、メロスは激怒したはほぼ横一線。まだ大きな差はありません。太宰治の名作走れメロスを一行でひたすら書き進み、そのタイムを競うというこの競技、果たしてゴールまで何時間かかるのか。約1万文字ありますからね。私早くもこの実況に不安を感じております。さあ最初の難所セレヌンティウスに差し掛かった。317文字目ですね。メロスの竹馬の友セレヌンティウス、彼を助けるためにメロスは走るわけです。あ、これはセンヌリティウスになってますね。いきなりのタイムロス、ちゃんとしてほしいところ。書道2段の野村選手、字は綺麗だが現在最下位。おっと、これはトイレですね。尿意が行く手を阻む。さあ現在トップは受験生遠藤選手。まだ全体の4割程度ですね。これは不毛な時間、いよいよ私は帰りたい。さあレースはようやく佳境。遠藤選手、あのセリフに差し掛かりますね。一度は諦めかけたメロスが湧き水を飲んで復活するシーン。私は信頼に報いなければならぬ。今はただその一時だ。走れメロス。さあ名セリフを超えた。おっとアクシデント。2位の小柳選手、チャンスですね。これは運がない。遠藤選手、受験の方は大丈夫なのか。さあ勝負は2人の一騎打ち。感動のあのシーンです。セレヌンティウスがメロスを殴る、メロスもセレヌンティウスを殴る、そして抱き合う。それを見ていた王様が感動、会心、赤面、ゴール。第1回走れメロス走、優勝は受験生遠藤選手です。優勝した遠藤選手にはウイニングランが用意されています。本当で言ってんですか。うわマジか。